どうも、バーンです。今日もですね、またしても、格安で、シリアル、フルーツグラノーラなどをですね、食べる方法を、紹介します。格安とまではちょっと言い過ぎかな。どう表現したらいいかな。安く揚げる方法ですね。バーンはですね、朝食に、シリアルですね、フルーツグラノーラであるとか、まあ、こういうやつですね、スーパーマーケットとかでよく売ってますよね。で、これをよく食べるんですけども、まあ、最近ね、どんどん値上がりしてね、高いんですよ。これは380グラムか。で、よく買うのが600グラムとかの、ちょっと大きめのやつを買うんですけども、600グラムとかやったら、高い時800円とかしてるんですよね。某業務スーパーとかだと600円台でね、売ってますね。で、それでもやっぱり高いんですよ。じゃあどうするのかということですね。このフルーツグラノーラにオートミールっていうね、こういうのを混ぜるんですよ。ちょっとお見せいたしますね。こういうやつですね。で、これね、1キロぐらいかな、これ。1キロぐらいあって、100円台なんですよ。110円とかなんですよ。安い時はね、安い時っていうか、大体そんなもんですね。で、これをね、混ぜるんですよ。1対1ぐらいでいいですよ。それがね、こんなんです。で、ちょっと、もうちょっと上、これ、オートミールでちょっと、ぶっかってますけども、混ぜたらね、むしろ美味しいぐらいなんですよ。で、僕は甘さ控えめがいいんですけれども、この甘さ控えめのやつかどうかちょっとあれですけれども、標準の甘さのやつで、そうですね、1対1ぐらいで混ぜてますね。まあ、そうするとですね、どういうことが起こるかって言ったら、半額とまではいかないですよね。これはタダじゃないんで。ただ、3分の2ぐらいのコストに、だって計算上そうでしょ。こっちが高い時は、800円、安い時でも600円。こっちが、100円台。ちょっと正確な値段ね、今日ちょっと、また、業務スーパー行ってね、調べてきますけれども。で、まだテロップとかにね、載せておきますけれどもね。まあね、感覚的には3分の2ぐらいの、ラーニングコストになります。ぜひともね、皆さん、試してみてください。ちょっと、いつもの通り、ちょっと牛乳をね、かけますんでね。はい、どうもです。1対1で、大体ですけどね、混ぜてみた感じはこんな感じですね。悪くないでしょ？むしろいいぐらいでしょ？でね、さすがにね、さっきのオートミールってやつ、あれだけだとね、なんかね、ちょっと襖食べてるみたいで、いまいちなんですけれども、1対1ぐらいでね、やったらね、全然、むしろ、フルーツグラノーラよりも美味しいぐらいですね。ぜひともお試しください。はい、どうもです。そうしましたらね、いただきたいと思いますけど、ちょっと付け足しです。さっきのオートミールってやつね、このなんか、麦の平べったいみたいなやつ。あれ、なんか、よくわからないですけど、多分麦だと思うんですけども、オートミールって言うんですよ。でね、某業務スーパーにて売ってますね。何種類か売ってますけども、安いやつでいいと思います。それでは、いただきます。